ャンプ結構そいつさんキャンプ好きですよね。キャンプは楽しいな、うん、好き。でももうちょっと冬やったから、うん、はいはい、ちょっと寒いやんか、なんかちょっといいかなと思って最近行ってないんだけど、まあ暖かくなってきたらまた行こうかなと思ってんだけど、今度一緒に行く？あ、全然行きましょう。僕も結構キャンプとか中学校の友達とかと結構行ってて、うんうんうん、好きなんですよ。何が好き？キャンプの。何が好きっていうのはどういう？何してる時が好き？ああ、僕キャンプの中で。何して、まあやっぱみんなで飯食べてる時バーベキューやるんですよいつも。うんうんうん、まあそれが一番かなって感じ。ソイさん。俺は焚き火しながら肉焼いたりしてるのがやっぱ好き。え、肉焼く？バーベキューってさ、あの、はい、何を焼いたりすんの？バーベキュー、バーベキューは、でもなんかその焼き鳥買ったりし焼き鳥を串買って、鶏肉買って刺して焼いたりとか、野菜ももちろん焼きますし、やっぱそういうの食ったらうまいっすよね。うまそうやな。俺逆に牛肉を串に刺して、鉄串とかに刺して焚き火の上でジューって焼いて、ガーってネギと肉かな。それがやっぱり俺はソロキャンプばっかりやってるから、あの一人で食い切れる分やから、そんな種類を増やせへんのよ、スーパーで買うから。なるほど。いや、めちゃくちゃいいっすねそれ。でもやっぱ肉魚介うん、肉魚介ウィンナーみたいな感じですよね、やっぱ。そうね。牛肉、鶏肉、ウィンナー。あー、うん、牛肉、鶏肉、ウィンナー、うん、まあまあ黒いな。なんか骨付き肉とか買っちゃったり、そう、ね、そう家では食べないから、その時で買っちゃったりして食べたり。骨付き肉とかいいね、うん、でタレにつけて。あー、寝る時とかなんかやったりしないんですか？え、もう音楽かけたりとかしないんですか寝る時？いや、迷惑になっちゃう周りの人に。ああ、まあ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 、でもテントの中やったらそんなに結構目立たないんじゃない？あ、俺、そうなんですね。お前免許持ってるの？僕一応まあまあ立てるから取りに行こうかなと思って。って持ってないってことか？いや思ってその取りに行ったんですよ。おうおう。え、じゃあ寝るときどうしてるんですか？いや、ねえ。え、寝ない？うん。ずっと焚き火の前で火くべて、火を絶やさないようにして。その考えでパチパチの音も結構周りに聞こえるんじゃないですかね。あんまり考えてなかったな。でも別にみんな大声で喋ってるしさ、話しかけてくるし。あ、まあそうか、まあ、僕らもまあ確かによくいろんな話しますからね、友達とは。え、ずっと一人で行くんですか？キャンプと言ったら一人みたいな。俺、うん、そうね、家族では一回ぐらいしか行ってないけど、やっぱり家族で行くより一人で行く方が楽しい。あー、まあ確かに、まあ一人やったらね、免許取りに行く必要もないですしね、テント張るために。そうね。うん、お前テント立ててどうすんの？テントだってどうするの？うん、その音楽をかけて。音楽かけて、でもやっぱり喋ってたら、うん、なんか集中できなくなる。結局音楽消して。消して。みんなで寝ないように大声でずっと喋ります。結局寝えへんのかよ、お前も。何のためのテントやねん。お前大丈夫なんでも。そうせき、まあ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 。まあそう。免許剥奪されんじゃないの？いや、まあまあセーフですよ、でも。自分で返却しない限りは大丈夫です。まだいけるんで、僕は。え、でもお前テントの中で喋ってるんやんな。うん。80歳超えてないよな、お前どう見ても。いや、あの、実は超えてて。そうなん？そう。なんで嘘ついてた？まあなんか、やっぱり、年ね、離れすぎたらなんか、あれじゃないですか、そう、皆さんに気使われるか。じゃあ同い年ぐらいにしろよ、気使わずにするから。なんで二十何本にしてんの？やっぱりそういうなんかちょっと出ちゃったっていうか、まあ、そういうのが出ちゃったっていう感じですね。はあ。あの、やっぱり友達と行くから。友達って、友達も80歳とか超えてる？もちろんもちろん、はい、中学のって言ってたもんな。そうです、そうです。
給油ですね。だから給油ね。うん、すごかったっすよ。でも80超えたらやっぱりさ肉が重いんじゃないの。まあ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 、でもまあまあまあ、でもとりあえずそういうことをできるからテントを張ってるっていうのもあるんですよ。え、そういうって何？何？え、ちょちょ、肉が重いんじゃないの、うん、っていう話。肉が重いんじゃないの？そういうのができる？え？肉が重いんじゃないの？え？え？やばい。80超えてるからもう話通じる。え？話が通じる。肉が重いんじゃないの？じいさん、おじいさん聞こえてますか？え？おじいさん。うん。お肉が胃に結構くるんじゃないのって80超えると。あー、そういうことね。あの上に乗っか、上に乗っかってるから、上に乗っかってるから重いかなの意味と思っちゃったわ。ちょっと何の話をしてんの。いや、そういう関係持っちゃってるから。だってあー、そうそうそう、友達、あー友達ね。そう、そういう関係持っちゃってるから。したかった、そういう話したかった。急に友達と言ってるとか言ってたけど、そうそう、だからいきなりそういう話をしようかなと思ってたら、肉が上に乗っかってるっていうから、あれどっちだって感じて分かんなくなっちゃったよね。もう勘弁してくれよ。もう80になってもピンクやん脳内が。80やで、落ち着いてくださいよじいさん。まあまあまあ、やっぱりそこはでもやっぱ元気でいないとなっていうことがあるんで。ああ、うん、まあ元気は何よりですけどね。だって未だに80超えてキャンプでね、友達とキャンプ行くって言ってんねんから、もう元気やわ。友達とキャンプに行って、こうやっぱりみんなで肉を食って精をつけるっていうことなんですよね。全然食べれるってことですよね。まあやっぱり爺さんは何肉が好きな、やっぱ鳥って言ってたか、さっき。鳥がやっぱり一番。まあやっぱ鳥はあっさりしてるから鳥も好きですし、うん、まあでも牛も、まあ豚はちょっと脂が多いかな。脂が多くてちょっと鶏胸肉ばっかり。そうやね、やっぱり鶏胸肉をこう網の上で焼いて、鶏胸肉って何？焼いて、鶏胸肉って何？ああ、そうか、あれちょっとこれ癖で、昔はあのまずくしかったから、そう、鶏って何？何ですか、じいさん。あ、ごめん、間違えた。鳥じゃ、あれや、猿や。まあ、年でもあれやわ。頭おかしなってた。猿をどうしてんの？猿をこう、まあ、網の上に乗せて、うん、ギュッてやったら、その網の形になるから、その、網の状態で、バクバクって食べたりする。まあ、バーベキュー時はそう、バーベキューはジューってこう、網の上にグイってやって、バクバクって食べる。うん。あ、タイム。はいはいはい。それさん、下、それさん、あの、ですよね。下の見ました。バーベキュー。忘れてた。バーベキューの話聞いてたもんな、ね、今、確かに。あれバーベキューです。忘れてた。逸脱してますけど、あれバーベキューです、この世界では。この世界のバーベキューって、網に一個をギュッと押し付けるのがバーベキューの。気がないから。気がないから。どういうわけでも結婚はしたい。でもさ、お互いさ、願望ないよね。でもまあ、あんまり相手が決まってるっていうのもあるもんね、だってね。ああ、まあそうだね。最初から、だからもうなんか、うんうんうん、結婚したいっていうか、うんうんうん、まあ一夫多妻制だからね。まあまあ確かにない、その言い名付けプラスアルファでっていうのもあるもんね。ああ、まあでもさ、まあ今は、まあやっぱその生活を安定させることがさ、最優先でさ。でも今俺多分8人ぐらいいるわ、うん、なんで？だってもう囲んだら成立やん。ああ、そんなにいろんな人と食卓を囲んでるんだ、うん、なるほどなるほど。そう、仕事とかでさ、よく飲み会行ったら。ああ、ちょっとそれ厄介だよね。だから分けてもらわなきゃいけないもんね。ああ、そう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 。だから俺もう30までかな、まあ30までにはなって思ったんだけど、だからもう本当に翔さんはまだ独身？まあ、してる、結婚。あ、結婚してんの？してる、してる。だってもうさすがにもう20超えて独身は
おかしいよな。だから俺遅かったんだよ。俺19とかの時に結婚したの。ああ、結構危ないね。ギリギリだった俺。だから晩婚。代わり者扱いされてよかったな。晩婚晩婚って言われて。うん。何人ぐらいいるの ?80 かな、今は。まあ、まあまあまあ、そうそうそう。まあ、なんやかんや考えたら。うん、婚約しちゃうもんね。でもな、やっぱり経済力だね、やっぱね。そうだね、やっぱ経済力、うん、そう、うん。でもまあ、減ったけどね、結局子供生まれたし。あ、嘘、何人くらい来たの？だから、結局子供生まれたことを考えると、今13かな。13人奥さんいるの？うん。相当産んだな。だいぶ産んで、もうすぐ生まれて、もうコロコロ。うん、はい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 。ヨキリ君は結婚まだしないの？いや、もう結婚してさ、子供が俺まだいないんだって。あ、子供がないないんだ。結婚してるんだ。子供いない、子供いない。結婚してるけど、子供がいない、ね。誰と結婚？子供ね。誰と結婚したの？誰と結婚？うん。相手。相手？うん。まあ、一夫多妻制だからね。もう最初のことを、まあ、3人ぐらいかな、俺は。ああ。うん。名前は？リナだね、あと。リナ。うん、2人に1人の奥さん、リナ。2人目は？リナや。3人目は？そう、リナちゃん。うん。でも、ジョージちゃん、あれ。はいはいはい。お子さんは？息子、娘？娘。娘、名前なんていうの？リナ。ああ、そうだよね。うん。それは当然、当たり前だから。まあ、そうだよね。うんうん、うん、まあ、でもさ、本当に、やっぱり、家に帰ってさ、うん、ただいまを言ってくれる人がいるのはね、いい。ああ、それは確かに。うん。ああ、仕事疲れたって帰ってきて、結婚しなかった頃って、もう誰もいないもん。そうだよね。うん、すっごい寂しいなと思って、今、賑やかで、賑やかで。なんか誕生日プレゼントとかやっぱあげるわけ奥さんに。ああげる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 。何？だから結うん最近だったよね。あドライヤーあげたドライヤー。ああいいね。うんまあ結構使えるものがいいなと思ってさ。はあ、はあははあ、確かに確かに、うん。まあそんなに高いプレゼントはできないけどね。まあ、いっぱいいるからねなんか。そうそういっぱいいるからダイソンのドライヤーあげたわ。ダイソンのあダイソンのドライヤーそうなんだ。そう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 すぐ乾くからいいって。厳しいでしょでもやっぱ今ねちょっとねなんか。いやー、そんな大丈夫忘れてない記念日。いや、忘れっぽいからカレンダーとかにメモするし、多いっしょ、うちは多い、しかも多いから。13人だからね、もうね。そう、13人いるから、もう、気にすっごい。あ、ほぼ毎日が記念日だよ、だから、あの、なんていうの。誰に、何をプレゼントだけど。ま、全員同じにして、輪ゴム。ああ、同じ、あ、同じしてんだ。全員輪ゴム。あの、髪の目のゴム。ああ、ゴムね。誰にあげたのそれ。リナ。あ、リナか。うんもう多いからさ、毎日が記念日みたいな感じ、カレンダーみたいな、その、リナ、リナと初キス、リナと初デート、リナと初めて手つないだみたいな、うん、そういう記念日めっちゃあるよ。まあ、被るよね、第一夫人と第二夫人ってね。一、うん、つの記念日が同じ日に来ることあるよな。リナが生まれた日もあるし。なるほどね。いやー、ほんとになー。いや、なんか支え合える人がいるっていうのはいいことだね。大変だけどね、確かに大変だけど、家族がいるっていいことかもしれない。うん。いやー、でもさ、翔さん、今何歳だっけ俺今は、36。子供何人いるの今な67かな。マジもう67もいんの ?67、だって死んじゃうじゃん、やっぱり。あ岩切君だってまずいんじゃない？ちょっとギリギリじゃない結構、人数的に。今28だから、あと12年で10人使わなきゃいかんのか。年一ペースだ。だから奥さんもあんま多いわけじゃないでしょ、今。おい、超年子やん。超年子。そうなんだ。だから毎年、ほぼ毎年、産んでいかないと。そうだね。まあでも子供はね、うん、うん、なんかさ、今まで、でもさ、自分がさ、例えば、子供と一緒に勉強し、子供に勉強してあげたりとか、子供世話したりっていうビジョン、なかなか浮かばんわ。いやでもね、実際ね、生まれたらね、もう、実感が湧くというか、湧くと思うよ。ああ、ほんと？なんか言うよね、その、子供嫌いだけど、自分の子供は可愛いみたいな。そうそうそう。あれ、うん、子供生まれたら名前なんす、名前どうすんの？男の子は。男の子だったら、拓也。おー、女の子は？リナ。うん。あ、リナだ。なるほどね。でもこの前うちのリナが通り魔にやられて、うんうんうん、殺されたの通り魔に普通に。通り魔だいぶ許せんな通り魔。いやでウリオが嬉しかった。なんでなんで。よかった本当に。通り魔なんで通り魔に殺され許したの。いや家族が。え？あ
そうだね。よくないよね。よくないよ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 。くない悲しかったわ。悲しかった。うん、いや、悲しかったろうね。まあ、物騒な世の中だからね。そう、殺されるならやっぱ通り魔じゃないって家族が一番いいよね。あ、まあまあまあ、そうだね、うん。でもさ、俺のさ、母親もさ、おばあちゃんにさ、この間、殺されてん。うん、それ悲しいんじゃない、おばあちゃんに殺され。ああ、でもそれ幸せなことか。あ、そうそう、家族に殺されたからね、それね、もう、うん、よかったよかった。だからもう、葬式みんな笑ってたわ。でも、リナが通り魔に殺された時は、やっぱ、悲しかった。うわ、悲しいね。思わず、財布からお金を出して、うん、って。泣いたもん。じゃ一番永遠だね、一番。すっごい悲しい。まあそのまあもうね、それはもう大変だったね。大変だって本当に。いや、じゃあそれはもう俺もじゃあ子供では作らないとな。いや、最後作った方がいいよ、あきりくん。もう今日、なんで逆に作ってないの？親から、うん、でも親からのプレッシャーあるわ。夕日、あの子供の顔見せんかって。まあそれはまあ当然ね、もう俺のおばあちゃんからさ、結構あるわ。おばあちゃん名前なんて言うの？おばあちゃん、おばあちゃんリナ。おぉ。そっかそっか。なるほどね。お母さんは？お母さんはリナ。おもうちょっといいですか？お母さんとおばあちゃんいない世界なんですよ、これ実は。お前、妻を殺さなくちゃいけないやん。ほんまや。なぜ俺たちいるの？ほんまや。ほんまや。めちゃくちゃ今いる感じで喋ってた。やば、お母さんとおばあちゃんいるわ。まあ、おばあちゃんはまだ、その、一夫多妻で。うんうんうん、実のじゃないからいけるんかなって思ったけど。お母さんは当然いないよ。お菓子結構ね、うん、昼飯の時とかにちょっとだけ買って食べる。え、デザートとかじゃなくて？あ、デザート全然食べない。なんかそのケーキとか甘いのはね、うんうん、甘いの食べない。特にチョコレート歯が溶けるからね。うんうん、スナックを食べるってこと？スナック菓子を。あれ食べるわ。カリカリ梅よく食べるよ。ああ。そう、セブンイレブンで袋に入ってるやつを買って、結構俺しょっぱいの食べるかも。ああ、食後にってこと？そう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 。ああ。あれ、お菓子、つまみとしてしか最近は食わんかな。最近何から、何食べた？子供にあげた、やつの残りみたいな。ビスケットはたまにその食べたりするけど、基本的にはつまみとしてポテチみたいな。うんうんうん。あ、逆に俺もうスナック菓子全然食べなくなったわ。カッパエビセンが好きで俺。あー、カッパエビセンいいね。でもどうした、なんかお菓子どこで買ってきたの？いや、近くにあの基地があるから。うんうんうん。ギブミーエビセンつって、エビセンちゃん、カッパエビセンつって。あ、近くにあるんだ、米にもらってきたんだ。うんうん、俺も休憩時間もらいに行く。近くにあった、あるんや。うん、そう、仕事場の近くにあるから休憩時間にもらいに。ああ。うん、セブンイレブンでお昼ご飯買って、近くにあの基地があるから米に。ちょっとさ、やっぱ、うん、あれよな、米軍基地の近くってさ、それが原因で高いんよな。まあ、うん、うん、高いね。高いよな。あ、俺あれ好きだよ。ハッピーターン好きだよ。あー、俺も。俺今壁がハッピーターン。壁がハッピーターン。これハッピーターン。これ白いやん。これハッピーターンの粉で。あー、じゃあもう触ったら手に粉つくんや。うん、ついてるついてる。ヤギくんじゃん。何でできる？うちは、なんだ俺。何？これあれの、ピザポテトでできてる。あ、ピザポテトでできてるんや。うん。うん、え、重ねてやってんねや。結構使いにくいと思うけど。うん、まあね、思いっきりぶつかると崩れちゃうからね。おっせえな。うん。なるほどね。いや、でもさ、でも、やっぱスナック菓子はさ、うん。なんかでも結構、俺、辛いのとか結構好きだ。辛いの。辛いの？そうそうそう。しょっぱいのもあるけど、やっぱ辛いのがいいわ。カラムーチョ的な。あ、カラムーチョね。俺、わさビーフ好きやな。あ、わさビーフいいね。うん。この服、わさビーフでできてるから。
そうなんだ。うん。なんだ、そこまで服にするほど好きな。え、じゃあ岩切くん、何で何を服にしてんの？これその生地何？これあの島村で買った。島村で買った何？島村で買ったパーカー。そいつはその服大丈夫なの？それお菓子で。お菓子食べるもん。でもこの世にはそれしかないやんか。何で作れてよ。じゃあ。うん、そうだね。何で作ってるの、うん、何で作ってるの、じゃあ。え、うん、これ何で作ってるんや。もう。知らなあかんで、そういうこと、ちゃんと。だってお菓子で物作っちゃあかんやろ、だって。お菓子やねん、だから。お菓子やねん、これ。これ、うん、これって、わさビーフやねん。これ、でもお菓子で服作っちゃあかんねやろ。ごめんごめん。じゃあわさビーフやねん。ちょっとごめん、タイム。俺が見落としてたな。ごめん。うん、この世にはスナック菓子しかないっていうのが、お菓子はスナック菓子しかない意味だと思ってたけど。そう、俺もお菓子はスナック菓子しかない意味だけど。そうじゃなくて、関原どっちの意味で考えたのこれ。僕はお菓子はスナック菓子しかないっていう。だからそういうやつが。あの、えって。それも世界の改変に付き合ったんですけど、ちゃんと。それでさ、俺も、ああって、それが正しいと思っちゃって、誰も突っ込まんから。俺で、お菓子で物を作るのを禁されてるって、もう、パラドックスが起きてるやん、これ。神が表記ミスしてましたね、続行です。神の表記ミス。ちょっと世界を間違った方向に作っちゃったな、これ。まあでも、お菓子で物が作っちゃダメだからね、もうね。そうやで。うん、では、ね。だから、うん、でもしょうがないや、リビドーって溢れる心。いや、じゃあヘンゼルとグレーテルとか好きそうやな。そしたらお菓子も出てくるから最高やん、あんなあそこに出てくるのがな、ちょっと魅力的じゃないというか。俺の好きな、うん、そのポップコーンとかを使ってくれへんやんか。うん、だからあんまりヘンゼルとグレーテルは。じゃあ理想のを作るとしたら、あ、そういうのは別に理想ないんか。俺だけか。禁止されてるもんな。ごめん。悪い趣味に付き合わせるとこやった、まあね。うん。いや、俺もね、あの、気持ちはわかるけどね、ちょっとそれはね、はばかられるというか、禁止だからさ。うん。うん。でもそんなみんなさ、その、未成年で酒タバコやったらあかんって言ってんのと一緒ちゃうのあれ。違うの、まあ、建前みたいな。まあ、お菓子をちょっとこう、組み立てて遊ぶぐらい、食べ物で遊ぶ子供とかもいるからね。まあ。え、なに、最近なんか、お菓子買ったの？いや、買ったことない。買ったことない？何買った逆に。俺はやっぱその、仕事行くときとかに、うん、コンビニとかで寄って買うよ。違う。俺は米兵からもらうからな。そう、はい、私やりました。え、自分から仕掛けてきたのかと思ったのに。いや、俺普通にやっちゃったわ。言ってから、ああ、べーってなったわ。あ、俺も仕掛けたのかと思ったよ、岩切君が。仕掛けたのかと思ったら。そうですよね。うん、そう、返事が違ったから混乱してびっくりした。俺、仕掛けたんじゃないやっていう。そう、俺ね、乗り物を仕掛けようと思ったんだって。お菓子は、あの、米兵に行く意味、丸々と言わなければ。そう。手に入らない世界ですから。うん、コンビニで買うって普通に言っちゃったわ。もう終わりや。以上です。はい。いや、難しかったですね、はい、なんか。うん。頭痛くなりましたもん。やってて。審判も神も結構大変だよ、俺。神が結構大変だと思うな。審判じゃない、やっぱ。審判の方が大変。やっぱ自分のなんかルール忘れてたりするんで、その神の作ったルール忘れてたりするから。はいはいはい、神楽しかったけどな。そうね。どんどん神は投げるだけだからね、これ、ね。投げまくるだけだから、ね。投げて、わたわたするのを見るだけですからね。以上、世界改変雑談でした。さよなら。